マリオン・デュ・フレーヌは、フランスの海洋調査船である。本項目は、フランスの探検家、マリオン・デュ・フレーヌにちなんで命名された、海洋調査船の2代目について記述する。フランス局地研究所によって運用され、海洋に関わる多様な科学研究に携わる一方、フランス領南方、南極地域における補給船としての役割をも担う、多目的の船舶である。 砕氷能力は持たないが、強風タウの南半球高緯度海域で活動するために対抗点性能を重視した設計となっている。乗員の他に最大110名を乗船させるスペースがあり、科学者及び観測基地の交代要員、または若干の観光客に強制られる。選手は CMA、CGM。建造はアテリーズ・イシャンティエス・ジュアーブル社。 年間の3分の2は海洋に関する科学的研究に従事する。構想しつつ海底の詳細な地形図を作成可能なマルチビームソナーを装備し、コア採取装置カリップソは海底の土壌を60メートル掘り下げてサンプリング可能。船内には長尺の低質サンプルを扱える研究室を備えるほか、科学者などを収容可能な59の船室を持つ。 海底堆積物の高いサンプリング能力と多くの研究者を収容する能力を活用し、1995年の建造以来、長期的な海洋環境の変化を研究する国際共同観測プログラムであるイメージ図の中心機材として活動している。その他の国際共同研究や国外研究機関による要請も行われており、2010年6月には東京大学による日本海の メタンハイドレート調査にも使用された。年間の3分の1は、フランス領南方、南極地域に対する補給船として行動する。南インド洋の広大な海域に散在する、これらの島々と基地の活動は、年に数度ずつ訪れる、この船の物資によって支えられている。レイユニオンを起点として、クローゼイ諸島、ケルゲレン諸島、アムステルダム島、 サンポール島への補給活動が行われる。貨物は2500トンの輸送能力を持ち、20フィートコンテナは最大110個を積載。港湾機能を持たない島での荷役のため25トンを上ったクレーン2機を全艦艦に装備。後艦艦にはヘリパッドと格納庫を持ち中型ヘリコプター1機を運用可能。搭載ヘリコプターは人員の往来と軽貨物の輸送に使用される。 ありがとうございます。